というわけで今回は新中華うかいの五目あんかけの焼きそばでございます。でこれがこういうふうにね、五目あんかけをのせた、姿となります。ではね食べてみたいと思いますね。これはね電子レンジで7分ぐらいやると、まあ、出来上がりというものですね。ではいただきます。非常にあれですね。あんかけと焼きそばのね、味わいが、なかなかいいですね。で、この優しいあんかけの味と、この美味しいね。まあ香ばしさと両面がちゃんと確かに焼かれてますね。で、あんかけの、ちゃんとあんがとろっとしてるところなんかも、非常によく、できたな、というふうに思います。それでいて、こう、しつこくもなく、で、そんなに辛いっていうか、そんな辛いわけでもないですね。まあ、本当に中華そばっていう感じで、なかなかいい味わいでね。で、こう、それなりの、まあ、良さというのが、おって、で、八宝菜とか、きくらげとかね、人参なんかも非常に、野菜一つ一つが生き生きとしてるし、シャキシャキしてるから非常に新鮮さがありますね。ちょっとこう自分で作るとなるとね、ちょっと炒めすぎるってことかなんですけども、でもなかなかの、味わいで、これはあんかけとしては、非常にいいんじゃないかなと思います。
なんといっても野菜がシャキシャキしてるのと、両面ちゃんとこう焼かれてるっていうのが、いいなと思いますね。で、とろみもちゃんとに効いてるし、混ぜ合わさって。非常に美味しい。美味しくさっぱりと、いただける味わいだなと思いますね。というわけで、どうもありがとうございました。